当たり前よ。じゃあ一緒に入るか。後でやっぱ無理とか言っても知らねえからな。その言葉そっくりあんたに返すし。どこでちょっと張り合ってんだお前ら。わあ入るぞ。これ入るはずじゃ、入るはずだ、ガチで。ああ、ゴーヘルゴー突き落としていこう。チャプターセブン、穴蔵の大回転。穴蔵大回転、どういうチャプターなんそれ。ああ、ちょお前それまずい。相変わらず弱いな。ほれほれこういうのとか。だから待てって。ああ、ま、ああ、ここで必要にこする。そればっかりやるんじゃねえって。苦し紛れに暴れるのを制止。こんなんで俺がやられるわけが。その割にもう全然余裕じゃないよね。やばいやばいやばい、負ける負ける。まあいじめるのもかわいそうか。防戦一方になったところにこれで、はい、終わり。くえー、ゲームの話かーい。って固めて投げって、お前それ投げはめじゃねえか。そんなに思いっきりゲームやってるキャラない、一ノ瀬さん。パンツ見えとるって。パンツ見えとるって、てかこれパンツかな。よく考えたらさ、パージの時にさ上着全部脱いでハイレグ姿になった時にこれパンツではないんかな。そういう見えてもいい感じのやつ履いとんかなこれ。てかさ、本体がさグガーって浮くぐらいまでさケーブル引っ張るやめって思いやけどさ、コントローラー抜けるよ普通俺。てかいつの時代のゲームやねんっていうぐらいさ、この配線短いんやけど。これなんでもありって言ったのそっちだし、ハメ技使いとか言ってねえっての。もう一回だ、もう一回。じゃあキャラ変えよっと。どれがいい？弱いやつ。即答かよ、もうちょいプライドみたいなのない？うるせえ、俺は貸したいんだよ。そのためにはどんな手段も厭わねえ、たとえ情けないことでもだ。いっそすがすがしいわ。じゃあご要望通り弱いキャラを。イアイドのおっちゃんに後ろから攻めてもらえば。横腹こちょこちょしながら戦おうみたいな。よし今度こそ。ってちょ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 、あれそいつもなんか強くない？強くない、強いよね。こんなトリッキーな動きするキャラが強いわけないし。動きが読めねえんだよ。あーくそ、なんだそのめくり。このめくりからこうつなげる。くだ、ちょい待ち。ガードされたら二択。中段早くね。ほいほいっとコンボを決めて、くらえ起き上がり壊しれんだ。そういうのやめろよな。お、起き上がり対空ミスらないの偉い。でも余裕ガードしたから着地投げ。なんでそうなるんだよ。いや飛ぶ方が悪いし。でまた壊しれんだ。おりゃ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 。やめろって。なんで連打そんな早いんだよ。対空しないなら中段入れて飛び道具っと。なんて勝てねえんだ。やめたらこのゲーム。うっさい、勝つまでやるからな。てかまあ練習しないと上手くならないし。それはいいけど仕事は。あ、それキックから繋いだ方がいいよ。そうなんか、キックで。仕事はまあいろいろ考え中だ。考え中ね。あの機材なんだっけ、メス？あれにこだわってたのも打倒キリック。いや、やっぱりあっちのために執着してた。ごめん、俺キリックのちょっと忘れとったわ。おったなキリックって。あれ以来全然キリックの話出てこんかったけんな。完全にメズパイにも持って帰っとったな。そっか、ああいうメズパイを仲間にできればキリック戦も楽になるんよなって考えれば、ちょっと伏線めいたものがあるんだろうか。あっちって何？エッチ？違うな。だいぶ前にちょっと話してた。デリカシーなさすぎるな。ああ、うん、それはあるな。そう、その技好きなさすぎだろ。ちゃんと考えてるじゃん。キリクは最近出てきたやつだけど、ジョロウグモの方は蝶も長いこと手を焼いてんのよね。やだっけそのジョロウグモって。まあおっぱいが一番の要因ではあるが。やっぱエッチの方かよ。ってやば、もうこんな時間。やばいやばい、会議あるんだった。雑魚狩りして遊んでる場合じゃねえ。わりとひどいこと言ってんな。
人を散々任しておいて雑魚狩りとか言うな。多少は接待プレイしたでしょ。まあ前よりマシな動きになってたよ。何も考えずぶっぱとかしなくなったし。日々成長の男なのだ。男子3日見抜きがどうたらっていうやつ。いろいろ混ざってて突っ込む気も失せるわ。それより蝶は忙しそうだな。エリートは朝から格ゲーやってる暇人とは違うし。その朝から格ゲーやってる IT になってる人と一緒が言ってもなんかあんまり説得力ないですけど、雑魚狩りした上に暇人扱いがよ。それに仕事してるしてる。ゲームパッド離してから言おうな。まあいいや、ちょうどいいし俺も一緒に行くわ。え、蝶に何の用事？今日は確か社食が半袖うどんの日だし、あとついでに売店寄りたいし。仕事しろよしろよ。仕事しろよしろよってしろよって2回言わせとうげんな。これで満足。本当気持ち悪い。ともにイベントがまた新しく出たみたいなんで見ておきましょう。ともりーん。大体のもんは分かってか。豆腐に納豆、おからにもやし。あ、あそこの買っていいですか。好きなんですよ、きなこ餅。ええけど太るぞ。うん、余計なこと言わないでください。美味しいからいいんです。まあ、ともりちゃんのこのムチムチボディは魅力的ですからね。まあ、俺も好きっちゃ好きだけどよ。って、返事聞く前に店行ってやがる。やってきました。早いな。お前、相変わらず食い物のことだけは早いよな。まあいいか、そろそろ戻るぞ。それにしても、見事に大豆製品ばっかりですね。鬼じゃないっていうのは本当なんですね。ああ、前に話してたあれか、鬼が豆嫌いとかってやつ。そうそう、それです。清掃業者のことを鬼っていうのは亡者が勝手に言ってるだけでな。へー、そうだったんですね。まあ確かに亡者から見たらさ、清掃業者は鬼みたいなもんですよね。あまあどんだけテンパってたんだって話だ。いや、死んだとか地獄とか言われれば普通にテンパりますよ。まあね、まあそんなもんかな。俺は経験ないからわからん。いいんですよ。わっ、気軽に言うな。まあこうやって暮らしてたらわかるだろうけど、普通に人間だよ人間。誰もモーデのこと取って食ったりしねえし。まあそれはそうなんですけど、なんというか別の意味で食べられそうな気が。モーデのこと人間扱いしてねえってか。そんなこと言われてもそういう認識で今までずっとやってきてるからな。そうかい、ここにいる連中はみんなそうだぜ。人権。でもよ、ともり、お前はうちの社員ってこともあるけど、普通に対応してないか、俺。お風呂入る前に入ってこられたり、いきなり部屋に入ってこられたりがしょっちゅうあるんですナイスラッキースキベ。悪かったって、あれはもう謝っただろう。てか謝るだけでもこっちの連中からしてみたら大進歩だと思うし。じゃあそれはいいとして、いや、よくないけど、あと私がいる横でいきなりその。何？よく聞こえん。その人がいる横でエッチな方を開くのはどうかな。ドドズしすぎだろそれは。さすがにお前もうちょい視線感じろやって思うわ。ほら、なんだそんなことか。そんなことって、例えば一ノ瀬さんの前ではそんなことしないでしょ。しそう。やっぱり私が人間扱いされてないからでは。え、するんちゃうかな、一ノ瀬さんの前でも。だと思った。だと思った。ちょっとそんな気がした。いや、一ノ瀬の前でも同じことするぞ。え、やってるんですか。おう、あいつ横から頬を脱ぎ込んできて、こんな穴の開いてる下着が好きなんか、わははって言ってきやがって。体勢強いな。う、なんか想像できちゃう。一ノ瀬さんには悪いけど、例に挙げた人選が間違ってた。横横考えてみたら、一ノ瀬さんやってさ、脇開いた服着てるし、戦うためとはいえ、動きやすいからとはいえ、上着脱いでハイレグ的な感じの服装になるし。はあ、まあエッチな本のことはいいです。やった、これでどこでも読める。そういう許可
のいいですじゃないです。さっき八代さんも言いましたよね、自分のこと普通の人間だって。亡者の私も変わりませんよ、普通に人間です、人間。とはいえ俺と明確に違うのはトモリはくたばってるからここにいるわけで。うそうでした。けどまあこんな食い地張った亡者も知らんしな。まあ言う通り俺たちと同じなんかもしれん。分かってもらえましたか。いや待てよ、どうかしましたか。なんですか急に、人の顔とかそんなじっと見つめて。近い、なんか近いですって、照れちゃう。ふーむ、これは一つの仮説なんだが、はい、俺がお前のことを存在に扱えたりするのって単にともりに色気がないからってことはない。ごっつい悪いこと言うねお前。そう考えれば説明がつく。風呂場入っても無反応だったのも、ノックもなしに部屋に入れるのも、横でエロ本広げられるのも。じゃあもしかして隣にいるのが超絶美女だったりするとエッチな本は開かない。当たり前だろそんなもん。単に八代さんのデリカシーがないだけじゃないですか。わっちょい待て、おい買い物袋で殴んな、卵が割れるから。そんな超絶美人は今後現れるのでしょうか。レベルアップ。何これ、今必要な栄養素、へそこり、あやつ、おやつじゃなくてあやつ、おやつかなこれ、おやつ、あーに見えてしまう。おやつをいただきます。自分がもちろん消化服、なんだそういう能力がついたってこと。装備薬一つ増えた、いいね。何が変わったかやな、ちょっと見させてくれ。Z、 あれ何が増えた。あこれかこれか、あ技が一つ増えとんじゃ。あヒールの技なんじゃ、自分で自分を回復できるんじゃ。ちょっとこれは意外と使えそうですね。ちょっと速さが遅いんでね、ギリギリ使ったらちょっと危ないところがあるって感じかな。そんな感じがする。会社目標が売店に行くなんで、じゃあ売店に行きまーす。イベントがあるんか。おお、ずっしり腹にくるこの感触、炭水化物セットはやっぱ満足感高いな。なんであんだけ買った私がおごる羽目になったの。おごってもらってるんや。炭水化物か、ああ仕事続けられんの後の炭水化物っていいよね。あんだけ雑魚を煽りしてきたんだから当然だろ。次はカートのレースゲーでキャン言わすからな。キャン言わす、キャンキャン言わすんじゃなくてキャン言わすんじゃ。ああっちは苦手なんだけどな、まあいいか。てか仕事しろっての。本当だよ、うっさいな。それのために売店来たんだろうが。じゃあちょっと顔出してくるから。私も買いに行ってくるわ、またね。アラちゃんに迷惑かけちゃダメよ。煽られてんですよ、どっちかって言ったら俺が煽られてる側なんですよ。俺の方がかけられてんだが、ま急ぐこともないし、買い物前にちょっと立ち読みでもするか。おい聞いたか、キリクの話。あーちょっとキリクのことちょっと忘れがちになった。どう考えてもさ、前回のデカパイの、ああ水パイのことでちょっと上書きされとって、キリクのことをちょっと忘れかけとれる俺がいたわ。ああ俺も部署内で噂になっててさ。ん？今キリクって言ったか。これは思いがけない手がかり、ちょっと立ち聞きさせてもらうか。さりげなく近寄り、本を読むふりをしながら聞き耳を立てる。前に目撃情報があったところから移動してて、歯抜け口のあたりに形跡があったとかなんとか。歯抜け口、そんな場所があるんじゃ。歯抜け口、口の中の話でもしょんかなって、歯医者で。なあ例の大量に刃物が刺さってるやつだろ。キリクだな、大量に刃物といえばもうこのゲームではキリクだな。あんな大量の刃物どこから持ってくるんだ。業者レベルで持ってますよね。
回収とかしてんのかな。剣山みたいになってるしな。してるんじゃないか。剣山もいつの間にか消えてるらしいし。それはご苦労なこって。いや、そうじゃなくてさ、おぼろ障子のおっさんも病院送りだって話じゃんか。犠牲者めっちゃ増えてきとんやな。あそこは業界でもそこそこやり手のはずだよな。はぁ、そんなの俺らみたいなコッパが相手にできるわけない。結構でかいところまでやられとんじゃ。そうなんだよな。でも仕事はしなきゃいけないし、いきなり出会わんように気をつけるしかないか。あー、なるほどね。下っ端業者からしてみればさ、ほんまに災害みたいなレベルのもんなんやな。しばらくは地下道以外で仕事した方がいいかもな。他社に話広げて共同作戦にするとか。でも岸地工業も後手に回ったっていうしな。あー、そうよね。はいはい、商売の邪魔になりますんで、井戸端会議は井戸にでも落ちてやってください。お買い物でしたらレジまでどうぞ。うっと、やべ、そろそろ行かなきゃ。もう俺も昼休み終わりだ。ったく、買い物終わったならさっさと帰れっつーの。キリクに見、誰もしもが手を焼いてるってことか。あんたのだ、やっしろ。ははははは、禁止だ。怒られると思った。あー、バレてた。足りめだ、あんたが一番邪魔なんだからな。ははは、俺がかい。ただ立ち読みしてただけでしょうが。立ち読みは実はあんまり良くないんですけどね。ちなみに笹圭介は毎週毎週ヤングマガジンを立ち読みしてます。相変わらずだな。客だぞ客。買い物しに来たに決まってるだろ。じゃあなんで立ち読みなんてしてんだよ。その雑誌の金払わせるぞ。待て待て、ちょっと噂話を立ち聞きしてただけだ。なんだそりゃ、趣味悪いな。情報収集と言ってもらおう。まあいいや、何買うんだよ。でも俺このお店で結構回復アイテムガンガン買いよるからな。ちゃんとしたお客だからなお前。だな、ラッセー。だいたいこれさ、消耗品の類ってね、一回お店に来てもさ2個以上買えるのですよ。同じもん、この通りにね、1個買ったら在庫が消えるからね。あとなんか買っとくもんあるかな。アイスも買っとった方がいいんかな。この死んだ時に復活アイテムとして使えるらしい。これはいると思う。そして、あ、攻撃バフが、これも欲しいね。あとこれも菓子を持って入れとく。こんなもんかな。地獄の許可証はもうないらしいけん、これでいきましょう。まだイベント続くな、これ。はいはい、気が済んだなら帰っと帰っと。相変わらずひどい対応の店だぜ。ちょっとは愛想よくしやがれ。さあな、愛想よくしたら結構可愛いっていう感じに思えてくるんやけど、まあ今でも可愛いけどさ、もうちょい愛想よくしたらもっと好かれると思うんですけど。てめえにやる愛想なんてねえってことだよ。私の店だからどうだっていいんだよ。くそ、来ねえぞこんな店。あんた一人減っても売り上げに影響ない。とか言いながら毎日バチ来てるからな。回復アイテムさ欲しいからぐる。まあそれはわかるけども。わかるのかよ、もっと稼いでここで金使えよ。だから今は稼いでる最中だって言ってるだろ。そのためにいろいろ準備がいるんだよ。あとそんなに金が欲しかで、金、あとそんなに物買って欲しいんだったらガンプラ仕入れてくれ。この間からずっとそれ言ってるな。もしかしておめえもあのキリクとかっての狙ってんのか。たりめえよ。しかも俺たちはあいつに一回勝ってるからな。報奨金に一番近いのは間違いなくうちだぜ。確かに一回退けとるからな。話もんなし、なんで一回勝ってるのにキリクってのが元気そうにあちこち出没してんだよ。勝ったことには勝ったけど、その倒したじゃなくて撤退させたって感じやけんな。勝った時は向こうが試合を放棄して逃げたからな。バカか、それはお前らが逃がされたって話だろ。
違うっつうに、あれは絶対俺たちに恐れをなして逃げてった。いや、しんどとか言おうたような気がする。なんか飽きた的なことを言おうたような気がする。ちゃんと勝ったら聞いてやんよ。くそ、信じてらねえ。まあ見てろ、ちゃんと倒して報奨金もらって、その金でてめえの顔をビンタしに来てやるからな。そんな時、それしたらさ、どんな顔になるかな、この子。アホーンみたいなのやったら欲しいんやな。次から来店した時、八代様とか呼んでくれればいいのにな。どういう脈絡でビンタになるんだよ。ミリーも嬉しかねえよ。つうか、それでなんか買えよ。嬉しくないのか？俺はちょっと嬉しいかもしれない。それは変態っつんだよ。自分で札束ビンタしてろ。くそ、なんて言い分だ。とにかく報奨金が入ったら、見てみろ。なんだあいつは。余計な時間食ったし、品出ししなきゃ。ごめんな。あ、荒稼ぎちゃん、うちの八代がいつも迷惑かけて。あ、なんでガキが店に。じゃなくて、吉工業の。客ですよ。いらっしゃい。お越しになるなんて珍しい。本日は何かお探しですか？誰に対してもその顔で俺。接客業、お前。勝手に見て回るからいい。何かあったら呼ぶ。そしてこの温度差。失礼いたしました。ごゆっくりお選びください。何かありましたらお声掛けを。なんだろう、ゴーズ何買いに来た。やっぱメズパイ関係かな。鬱陶しい店員だな。見抜かれてんじゃねえか。まあ僕にさっきみたいな態度取ったらただじゃ済まさないけども、それよりさっきの話、八代もカズメ、まだ身の程わきまえずにキリコを狙ってやがんのか。まったく目障りな。やっぱぶち転がして。いや待てよ。いいこと思いついたぞ。悪い顔してるな、このちびっこめ。また騎士ともやり合う時が来そうな気がするな。というわけで、会社目標がさっき言ったら罰し口、バッシュ口？さっき言ったところの話になりましたね。というわけでどうしようかな。でもキリクとまたやり合うとしたらさ、ちょっとな、もうちょいレベル上げしたい感があるんで、ちょっと申し訳ないんですけどレベル上げしてくるわ。一ノ瀬さんイベントです。疲れた。なんか今日めっちゃ暑かったし。やばい、リアルでも暑い日が続けるさ、すっごいわかるって感じになってる。おまけに追い回されて走ったから汗だくだし。やべえ、汗だくっていうワードはよくないぞ。その格好で汗だくっていうワードはよくないぞ。立ち絵には現れてないけど、多分脇のあたりめっちゃ汗かいてるんだろうな。一ノ瀬さん、タオル貸してくれ、俺が拭いてあげよう。さすがに一人じゃあのゴミの量は相手できんだろ。まさか案内溜まってるなんて思わなかったぜ。おまけに収穫はゼロだし、たまに仕事のやる気出すとこれだ。それは単にあんたの運が悪いだけじゃないの。走って逃げるときにドブにもはまってたし。シンプルに運が悪いやつ。お前が後ろ走ってるから気になって見てやったんじゃないか。脇の汗のかき方を。そのよそ見のせいで足を踏み外しちゃダメでしょ。くぬ、人がせっかく心配してやったのに。まあいい、俺も汗だくだし、足も汚れてるし、風呂にでも入るか。え？またお風呂イベント？やっぱ幼馴染といえばお風呂でしょ。あ、私もお風呂入りたい。さすがに汗流してさっぱりしたい。どっちから先に入るんだ？なんでわざわざここで入るんだよ。うち近いんだから帰って入れよ。あんたはレディーに汗臭いまま家に帰らせんの？すごい顔になってますけど、あなた。あれ何？ガンダムの種割れでもしたかな？シード発動させたかな？みたいな。わかったよ。でも順番は俺が先だぞ。なんでよ。うちの風呂なんだから俺が先でもいいだろう。え、でもやつしろ。一ノ瀬さんが入ってる時にさ、強引に俺も入るぞって言って入ればいいんじゃない？ちょって言われてもさ、もう服脱いどるし、もう後戻りできん感じになるぞ。いけるぞ、その作戦いけるぞ。それなら一緒に入る？婚浴婚浴。おっと出た、幼馴染ジョーク。こ
こうやってね、冗談よ、何赤くなってんのみたいな展開がね、テンプレであります。お前とないわー。八代には聞いてなかった。もしかして自信ないとか？何の自信だよ。何の自信の話じゃん、お前。何の自信だよ。もしくは、私のこと意識してるとか？そっちの方がないわ。意識してたらもっとがっついてるっての。わかる。え、マジで一緒に入る？マジで一緒に入る？当たり前よ。じゃあ一緒に入るか？後でやっぱ無理とか言っても知らねえからな。その言葉そっくりあんたに返すし。どこでちょっと張り合ってんだお前ら。わ、入るぞ。これ入るはずじゃん。入るはずだ、マジで。いや、あんだけ言っといて入ってこんな顔なるな、お前。あ、大丈夫か。これさすがに YouTube で R18 指定されそうな 肌の多さ。さすがに今回はモザイクかけとるかな、今回は。かけるとしてもできるだけちょっと胸のあたり、鎖骨のあたりぐらいはモザイクかけないように頑張ってると思います。あー、おさらじも特権ですよこれ。二人ともいくつか知らんけど多分成人しとると思うからな。成人してなおこれができるおさらじみってさ、もう現代にいるのだろうかっていう感じ。なんでこんなことになってんの。お前らが張り合ってるからだろうが。なんでって、お前が婚約とか言い出すからだろう。いや、共同って言ってたから少し広いのかと。うちのお金の事情を知らないわけじゃないだろ。共同とは言っても複数で入る想定はしてねえって。まあ多少は広いバスタブにしたけど、二人で入ったらさすがに狭いって。あんたがでかすぎるんじゃない。エチオスさんだってある意味でかいじゃないですか。標準的だってのだから家の風呂入れて言ったのに。嫌だったし、ここのお風呂見てみたかったし。そっか、お前ここで風呂入るの初めてだったか。あんたが社員を雇い出してから慌てて使えるように直したんだから当たり前でしょ。ああ、ちょっと手間かかったんだぜ。外のボイラー直したり、蛇口のパッキン変えたり。へえ、そういうのはできるんだ。ちょっと意外。ちょっとあからめちゃって。まあこういう仕事してるからだ。日曜大工的なことは結構できるようになった。そっちで副業とかやってもええかもしれんなって思ってしまったけど、何でも やってもええんちゃうかなって。倉庫だったここを事務所にした時、俺もいろいろ手伝ってたしな。全然知らなかった。で、ちょっと背中もぞもぞさせないでよ。くっついてるからくすぐったいでしょ。当ててるのよ。お前の髪がくっついてこっちの方がくすぐったいんだよ。それに狭いし、そっち足伸ばしてんじゃねえだろうな。はぁ、伸ばしてません。そんなスペースないっての。伸ばしたら乳見えるからな。さすがにまずいからな、これ。ちょっ、だから背中くっつけたままもじもじするなって。でもまあこうするとちょっとガキのことを思い出すよな。あー、いいね、この幼馴染の二人って感じがして。いい展開、いい展開。あの頃はよく風呂も入ってたっけ。遊んだ記憶はあるけど、お風呂の記憶はない。小さなプールで水遊びなんかの記憶はあるけど。いい関係じゃないですか、この二人。俺は逆にそっちの記憶がないな。お前とは虫取りしてた記憶の方が多いわ。今は虫全然ダメだけどね。俺もまあ噛んだり刺したりするのは嫌いだが。まあお互い大きくなったってことか。八代、どうしたの。もしかしてこの状況に興奮してるとか。ちょっと余裕のない言い方になっとんでねえか、お前。入る前とか入る前と言ってることは一緒なんやけどさ、言ってる時のイントネーションがちょっと余裕ない感じになっとるぞ、お前。なんかちょっとフラッと岩渡り臭いな。それ
よ。いやいや、それならお前が先に洗えよ。そんなこと言って横からじっくり見るんでしょ、エッチ。エッチって誰もそんなこと言ってないだろ。俺は親切心でな。私もほらじっくりお風呂浸かりたい派なんです。いかん、本格的にクラクラしてきた。ちょ、本当に大丈夫なの？さすがに倒れられでもしたら大変なんだから意地張らずに。確かにそうだな、先に出ることにするわ。出るからその見るなよ。見ないってば。早く出て涼んでて。冷蔵庫にフルーツ牛乳買ってあるし。俺コーヒー牛乳の方が良かったな。サンキュー、一本もらうわ。ああ、一人の時間です。しかし足を伸ばしているであろうから土が見えるので、ま、残念ながら真っ黒な空間です。自業自得ですけどね、それに関しては。あなたが言い出さんかったらこうはならんと思うか。でも、まあ、悪くはなかった。出れた。相手がいないところではこうプレイヤーに出れるところを見せてくれる一応ですね。かわいすぎませんか。いいね、幼馴染っていいね。もうこのまま付き合っちゃいなよって思うし、なんなら一郎さんこっちの会社にさあ移ってこんかなって転職しね。だって向こうパワー、セクハラ上司いるんだろ。冷え性っていうスキルがつきました。霊に弱くブランケット愛用、こんな装備で大丈夫ではない。こんな装備で大丈夫かって言われてさ、ちょっとブルブル震えながら大丈夫だ問題ないって言ったタイプなんだよ。L 社代だったら死んでますね、それ。待って、冷え性だったらなんだって話なんやけど、ちょっと見させてくれ。スキルのところやな。どれやったっけ、従業員情報か。あったあった。いや、だからなんだっていう話。あ、霊に弱いってことはこれか。え、何これ、ヘルパッシブでちょっと弱点が増えた感じになってしまっとんで。え、レベル上げて何かついたかなと思っとったらむしろデバフがついてしまっとん。え、なんじゃそれ。冷え性ならそんな格好するなよってお前。むしろ暑いから冷気を取り込むためにここ開けてるみたいな開け方しとんじゃないかお前。時刻更新イベント、いや公園来てるやんけ。いや、この子、このビジュアルじゃ休日に娘を公園に遊びに連れて行ってるみたいな感じになってないお前。お前、いや、あれあれ、おごるのになんで俺が買い出ししなきゃならないんだ。待ちに待った和食。和食っつうかコンビニ飯だけどな。まあ和食っちゃ和食か。一応こっちのもんを選んだつもりだけど。でも味とかもあるだろう。まずはどんなものか食べておかないと、そのもののうまいまずいはわからんだろう。まあね、何を買ってきたん。確かに基準は必要かな。よし、ではいただきます。こんなとこへ来んのかい、帰ってくんじゃないのか。ふむふむ。あー、熱いから気をつけろよって感じで、こんな感じで。わあ、めちゃくちゃうまそうなビジュアルも広がってる、俺。おお、左手に二刀流やめろ、お前。ああ。早速かよ、落ち着きないな、お前。なるほど。冷めにくい容器なわけか。しかし、これは、あっさりした味でいいな。お出汁とやらか？そうそう。出汁が効いててうまいんだよな。このようになんとかでやると最高だ。そうか、寒い季節があるんだったな。確かにそれはそそるな。は、うんうん、この卵がいい。大根にも味がよく染みてて、うまい。からしつけるとさらにいけるぜ。てか、俺にもちょっとくれよ。そんなに食い切れないだろう。うん、うまい。
食べてくれてていいぞ。我はこっちのラーメンを食べる。公園で食うようなもんじゃないんやけどな。ラーメンも人気の和食と聞いている。いや、ラーメン和食じゃねえよな、中華だろ。カップ麺だけどな。ラーメンはまあ和食って言っていいか。原点からだいぶ魔改造されてる感あるしな。おい、掴みにくいなこれ。そりゃそんな箸の持ち方じゃあね。何お前、お母さんに箸の持ち方とか教わらんかったって言いながら、俺もさ小さい頃教わったかと思えれば教わった記憶はないんですよね。どうやって覚えたっけ俺。仕方ないとはいえ、箸の持ち方がやばいな。フォークでももらってきた方が良かったか。外国人がさ日本に来て箸の使い方、箸を使おうとしたらこんな感じになります。まあ、なんとか。うわ、おでんの出汁と違ってこっちは濃いな。ただの醤油ラーメンだが、まあそりゃそうか。いろいろと味わい深い。我の国でもインスタントは食べたことあるが、格段に味はいいぞ。お前どこの国出身だ。カップ麺もそれだけ褒められりゃ光栄だろうよ。うまい。見てると欲しくなってくるな。うまそうに食いやがって。物欲しそうな目で見ておるな。半分くれてやろう。あざーすって、俺の金で買ったんだろう。まあそう固いこと言うな。さて我は次のこれ焼き鳥だ。あ、時間が時間帯だったら飲み会やん。飲み会で食うようなもんばっかやる。串に刺してあって持ちやすく食べやすい。めちゃくちゃ丁寧に解説してくれるやん。よっぽどこういう食べ物を食べたことなかったんやなっていう。この甘辛いタレがよく合う。肉も柔らかい。なんかそういう案件でもやるよんかなって。出来合いの焼き鳥も結構うまくなったよな。皮のところが、もちもち。我皮好き。焼き鳥は商店街にうまい店があるんだ。まあ気が向いたら連れてってやるよ。絶対だぞ、約束だからな。はいはい。そうそう、こっちのカレーうどんとオムライス。いや、めっちゃ買っとるやないかお前。HG でそれ食い切る気なん。せめてどっちかにしろよ。やだやだ、両方食べる。八代と半分ずつにすればいいだろう。いや俺そろそろ腹が。これも和食きちょいね。まあこっちのカレー時代、さっきのラーメンみたいに魔改造されてるから和食でいいだろ。適当やな。インドだよ。オムライスは洋食な枠な気もわかんね。それでいい。食べたいだけじゃんか。カレーうどん、うまい。このカレーご飯にかけてもいけるんじゃないか。いや、そっちがメインだよ。それが本来の食べ方っつーの。オムライスはこのケチャップ味がたまらんな。お子様が喜びそうな味だ。まあお前奥様だからそうだろうな。うん、今のお前そのものだな。あー、もう口の周りベタベタにしやがって。ほれ、拭いてやるからこっち向け。ごやい。食い物は逃げねえからゆっくり食え。そうさせてもらう。これ旗から見たらさ、休日の親子やけんな。こんな姿一ノ瀬さんあたりに見られたら、まあ事情知っとるけんどうにかなるけどさ。だろうな。これから家帰るんだぞ。ちゃんと歩けよお前。ほれ見ろ、言わんことじゃない。さすがに食いすぎだ。この好奇心が恨めしい。はは、ただの癒しん坊じゃねえか。まあ俺も手伝ったとはいえ完食したのはすげえよ。その体のどこに入ってんだ。ほうよな、小さい体で体も細いのにな。なんかそんな水鉄砲のおもちゃありますよね。
中に水を溜め込んでさ、お腹のあたり落ちたピューで出てくるやつ。わあ、何言ってんだ、出すな出すな。なのであまり揺らさんよう、ゆっくり戻るとしよう。何やってんだか。どれもうまい。回復道具の効果アップ、これは地味にいいね。さて、2日分ちょっとねレベル上げしてきたんで、満を持してやっていこうかなと思います。どこだ、その次の抜歯校は、どこあったあったあった、ここか。キリック相手するんだったら多分攻撃力高そうなんよな。ゆえに俺は暴力のバフを与えていきます。まずはアイテム、あ、いきなりイベントがある。あ、コーラ回復アイテム地味に使いますんでね。さあイベントいきなりどうだ。でもいきなりキリックではないだろう。騎士工業かな、なんか来そうな気がするんよな。おっと、そういう噂を聞いたからだ。てか蝶勤めのお前の方が詳しくないのか。まあ確かに目撃情報はあるけど、ずっと同じところにいるわけないじゃん。いろんなところに戦いを求めに行っきょるって感じがするもんな。あれはなんか目的があるというよりは戦うのが好きなタイプのさ、ジャック・ザ・リッパータイプな気がするか。ジャック・ザ・リッパーって戦って人を切るのが好きで気よったかは知らんけどさ、適当なこと言った、ごめんなさい、適当なこと言ったわ。とりあえず目撃情報あったところに行くしか手はないだろう。確かに戻ってくることも十分考えられる。そうそう、たまにはいいこと言うな、おっさん。それよりですね、この分かれ道どっちに行くんですか。わからん。わからんってそんな一言で、もう少し詳しい地図とかナビなんかで道順決めてないんですか。地下道は分岐の通路が多すぎて覚えきれてねえんだ。普段使ってるところはさすがに覚えてるけど、地下道ですからね。これ東京の駅とかそういう感じなんだろうな。なんか話聞くもんね。慣れてない人はほんまに迷うみたいな。まあ俺は東京ろくに行ったことないんで詳しくわからんのですけど、この辺りは他のところとの作業でも2回ほどしか来たことないから全然わからん。地下道は地獄中に伸びてるしね、ショーでも完全に把握しきれてないからな。迷子になるやん、ほんまに迷子になるやん割とえげつね、もうなかなか出てこれんで7番出口みたいになりそうな気がせへんけど、道どころか何のために作られたのかもわかんないしじゃあ異変起こってもおかしくないよねみたいな感じになってるやん。異変起きたら、ま、戻らなあかん感じ。なんですかそれ、完全に地下ダンジョンじゃないですか。うん、テンスラの話でもしょるかな。まあ目撃情報があるってことはそんなに深いところじゃないだろう。とりあえずそのあたり適当に回ってみよう。一巡ちゃんと覚えててくださいね。おう、ともり、お前に頼むわ。うー、私がそんな道順に強いように見えますか。見えないですよね。ごめん、見えない。私自慢じゃないですけど方向音痴ですよまあ確かに、物語冒頭でさ、すっごい長い距離走ってきたみたいなこと言ったもんな。なんでそんな 自信満々に否定すんだよ。車の助手席に乗せたくないタイプ。確かに初めて会った時もえらい方向から、ね、あ、そう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 、わかったわかった、じゃあチンドンや。我にそういうのできると思うか。思わないから自分でやるよ。まったく社員が増えてこういう手間から解放されると思ったんだけどな。まあいいか、それより待ってろキリク、今日こそ仕留めてやるからな。こういう時ってね、何かしら手元にある食べ物とか置いていくんですよ。そしてそれ誰かに食べられとって結局道が分からなくなるんですよ。なんかちょっと難しい私も道順覚えとこう。うん、一ノ瀬さんが一番こういうのに得意そうだもんさあ行くぜ。さて初めて来るところは何なん、上のやつ、あ、なにこれ、いやこれレア猛者ちゃうん、これ絶対レアな猛者なタイプやだろお前ですよね、おそらく。そんな感じの見た目、メタルスライム的なやつがおるで。全滅はさせてないかな。
攻撃1回分を、あ、結構攻撃力高いぞ。暴力のボフついてこれなんじゃ。結構推奨レベルが思ったより高いんかな。暴力のバフをつけ取ってこんだけ食らうんじゃ。ちょっと気をつけて、ドンカウンターだ、全滅パターンあるな。もうじゃ、あー、これまた硬いやつおるわ。これでいこう。短時間で潰さんかったら、ちょっと HP のほどをね考えなあかんのでね、こちらは。これで全滅かな。おっしゃい。わあ、なんかすごいムチムチな人おる。なんかこれまで出てきた亡者とは何かで、ね、感じが違うようなやつ聞きました、これ。戦うか、戦う道選ぶか、ちゃんと。わわお、数が多いけんな。ちょっと全体攻撃交えて戦わんかったら回復アイテムを使わなあかんような展開に ならざるを得ない。そう考えたら全体攻撃はもうバリバリ使った方がええね。あ、全滅した。オッケー。全体攻撃押しも使おう。後で回復とかしなあかんようになるよりはマシでしょ。ハエギア、原理は全くの謎なんだこれ。スピードアップじゃ。下にアイテムがあるんで、こっちを優先しとこうかな。テクニカルアップのアイテム。おーと、3人娘。デバフ与えるやつだけ全体攻撃で使っといて、それ以外は単体攻撃。これで食らうダメージを少しでも減らしておければ、回復アイテムを使う頻度は少なくて済む。あれやられてるやん。てか3体残っとんで、そんな。ここ復活アイテム使っとこう。1人減るんは痛いな。あれ、回復アイテムなかったっけ。復活アイテム持てなかったっけ。あれあれ、待って待って、あれ持っとったと思うんやけどな。あれ、おかしいおかしいおかしい。あれ持てなかったっけ。俺買っとったと思うんやけどな。わあ、やられたやられた。推奨レベル高いな今回。もっとレベル上げとかなあかんのか。戦略のミスもあったかもしれんが。ちょっと待って、レベル高いぞ今回。イベント入ったはいいんやけど、これやばいな。このまま戦闘入ったらちょっと厳しい戦いになりそう。それにしても何のために作られたかわからないって謎だし、普通に怖くないですか。謎なのはそうだけど、怖いかどうかは。戦闘不能回復アイテムがいつもよりかなくなっとることが俺は怖いわ。あれ、勝ったと思うやけどな俺。普通に、地下道なんだし、そういう用途だろう。コンクリート使ってるし、大昔の門でもあるゆえ。それはそうかもしれないですけど、こういう雰囲気はこの前の病院みたいな感傷を思い出して、なんか怖いんですよね。だいたい怖がりなんだな、ともりちゃんは。ハハハ、煽られてる。自分より小さい子に煽られてる。何やめろ、マジで沈黙やりなのじゃねえか。それにこんなところじゃ響くだろう。曲のチョイスも気になるね。これでさ、アンインストールアンインストールとか言うてさ、むしろちょっとコアなる曲やめろって話。こっちの位置を知らせるようなことはやめといた方がいいよね。そういうこと。それにキリックだけじゃなくゴミまで呼び出しそうだしな。本命の前にあんまり体力使いたくないですしね。そういうわけだから、おめえら静かに。さっき来たドア飛び道具。これはキリックのものに違いない。
間一発だったな、主殿。助かったよ、ミスターイアイド。八代さん、壁に激突してますけど。あれ、もっとダメージ増えた。社長。あい、お前クビな。一応俺は言っとくわ、おっさん。でも今月の給料からちょっと引いとくから。それは困る。うるせえ、カッターナイフと壁なら壁の方が痛いわ。ちょっと二人とも、あいつが来てんのに何やってんのよ。ひどんじゃ。今まで一人くらい仕留めたと思ったのに、勘のいいのがいるんだね。多分八代の HP 半分ぐらいまで減ってますけどね。気配が丸分かりだったからな。これ式のことができずに侍は名乗れん。まあ切る者の方から来てくれて助かる。探して歩き回ることもしなくていいし。それはこちらも同じこと。手間が省けるというものよ。この一本道の通路では飛び道具の利もないな。覚悟しろ、キリ君。まあ地の利がないのも面白い要素かな。ハンデってことで。何をわけのわからんことを。参る。あー、ちょっと待って、ちょっと待って。何？お兄さん、なん、8.6 秒バズーが出てきたぞ、お前。な、何？タイマーのセットするから待って。これでよし。何？カップ麺作ってるの？何のタイマーですか？もちろん、クリアタイムの測定。一人に何分かかるかなって。何お前 RTA やってんだ。あ、でも前にもヤジ言うたな、RTA。クソ、舐めやがって、行くぞって言うけど、俺。二人減っとるけんさ、そんな状態でキリク戦っても勝てるんかな。俺はまた弱みにつ